ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。昨日ペロペロキャンディー買ったんだけど魔理沙も食べる？よせ、今世間はペロペロに敏感なんだ。我々も炎上するかもしれないぞ。ペロリ先を間違えなきゃ燃えないと思うけど？甘い、甘すぎるぞ。今日は調子に乗り巨額の損害賠償を請求されたバカッターの末路を6選紹介するから、それを聞いて霊夢も気を引き締めるんだ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、全国ニュースデビューで賠償請求待ったなし。スシローペロペロ男。トップバッターはスシローペロペロ男だ。2023年1月、ツイッター上で大手回転寿司チェーン店スシローで金髪少年が迷惑行為をする動画が拡散されたぜ。動画はもともと男性のインスタグラムに24時間限定で上げられたものだったんだが、ツイッターに転載されたことで大炎上したんだ。バカスタグラマーからバカッターにジョブチェンジしたのね。動画には岐阜県内にあるスシローの店内にて、少年が醤油のボトルの口や湯飲みの縁を舐め回したり、口に加えた指でレーンを回る寿司をツンツンとつつく様子が残されていたぜ。そわそわと周囲を伺いつつも顔は見明けており、最後にはドヤ顔でグッドサインをしてしまっているあたり、完全に知人の前で調子に乗ってしまっているのが見て取れるな。ひぃ、やってることおぞましすぎるって？また撮影者も少年の行為に対し、やばい、キモ、とは言いつつも、笑いながらこの様子を動画撮影していたぜ。この動画が拡散されるとすぐさま話題になり、スシローペロペロ事件と称して多くの人の間で批判されることとなったんだ。批判されない要素が一個もないのよ。しかも内容が飲食業にとって最も重要な衛生面に関するものだったために炎上具合は凄まじく、被害者であるスシローの株価が160億円以上も下落する大惨事となったんだ。その上店側は全ての醤油ボトルの入れ替えと湯飲みの洗浄、さらにはテーブルとレーンの間の一部にアクリル板を設置し、全国の店舗で注文を受け次第商品を提供する形態への変更を余儀なくされたぜ。大損害にも程があるって。この大惨事を受けて当初、なんでこの程度で、と備品だけでなく世の中も舐めていた少年も、保護者と共にスシローに謝罪したぜ。だが、スシロー側は、外食産業全体の食の安全を脅かす行為、として謝罪を受け入れず、刑事、民事の両面から厳正に対処することを発表したんだ。うわぁ、もう悲惨な末路確定じゃないの。この時点で店に対する偽計業務妨害罪、注文客に対する器物損壊罪あたりで警察のお世話になる可能性は高いからな。さらに民事という言葉も出ているため、少年及びその親に多額の損害賠償請求される確率は極めて高い。というかほぼ間違いなくされるだろうと推測されているぜ。ペロは一瞬、罪は一生ものだよ。一応弁護士の見解では株価の下落についてはスシローではなく株主の損失であるために店側から請求は難しいとのことだが、湯飲みや醤油ボトルの清掃、廃棄交換費用、寿司レーンの清掃費用、それらの対応を公表する広報費用なんかは賠償責任が認められるとのことだぜ。おそらくは100万円前後に収まってしまうとのことだが、金額については悪質性なんかがどう判断されるかによるな。少年に払える額じゃないことだけは確かだわ。また彼を待ち受ける悲惨な末路はこれだけじゃないぜ。ネット炎上恒例の特定祭りが開催されたことで、少年の実名や通っていた高校、年齢や SNS アカウントがネット上に拡散されたんだ。さらにはニュースにも取り上げられたことで顔も広く知られ、通っていた高校には苦情が殺到したぜ。全国放送されたら終わりなんだよな。これにより少年は通っていた高校を自主退学することとなったぜ。ニュースの内容によれば少年は冬休みの間だけ両親に許可をもらって金髪にし、普段は畑仕事の手伝いもしてくれる素直な子だったそうだ。一つの大きな過ちで未来の芽を摘み、自らの人生を荒れ地に変えてしまったな。こんなどこにでもいそうな少年も、一歩間違えただけで全国放送され学歴も今後の人生もめちゃくちゃになってしまうんだぜ。一歩がでかすぎるとこはあるけど、明日は我が身って思い知らせてくるわ。こうして少年は全国放送とネットで個人情報を拡散された上に高校中退、さらには損害賠償請求待ったなしで警察のお世話ルートまで解禁という悲惨な末路を歩みつつあるぜ。ネット上での言動を知らない誹謗中傷や晒し行為もしばらくは収まりそうにないし、今後少年は自分のした罪の何倍もの足かせをつけて生きていくことになるだろうな。超バッド人生になっちゃったよ。2、炎上ラッシュで賠償請求の追加制裁？セブンおでん男。お次はセブンおでん男を紹介するぜ。2019年2月にツイッター上で、セブンイレブンの男性バイト店員が不適切行為を行った動画が拡散され大炎上したんだ。この動画もまたインスタグラムに24時間限定で投稿されたものだったが、ツイッターに転載され男性はバカッターへとジョブチェンジしたぜ。だから24時間なら大丈夫とかないからね。
動画内で男性は、この白滝かわいい、と言いつつ店頭のおでん鍋に入った白滝を口に入れ、熱そうな素振りを見せ吐き出していたぜ。さらに当時流行っていた歌とダンスを披露しつつ、レジ裏のタバコをいくつも取り出すという危機快快な行為も見せていたんだ。びっくりするほど意味がわからないよ。この動画が拡散されると当然ながら大炎上し、セブン側から即日謝罪文が出されることとなったぜ。さらにその時点で動画の撮影に関わった店員2人はすでに店から解雇されていたんだ。対応速度が段違いだよ。だがネット上での特定祭りは止まらず、不適切行為を行った男性店員の実名や生年月日、年齢や通っていた大学、果ては SNS アカウントまで全て特定され晒されたぜ。もちろんだが不適切動画には顔がバッチリ映っていたため、今でも彼の顔写真はネット上に山ほど転がっているんだ。周囲に即バレなんだよな。また一時は解雇のみで終了かと思われた店側の対応だが、実は当時バイト店員による不適切動画の投稿が相次いでおり、くら寿司やビッグエコー等大手企業が様々な厳罰を店員らに下していてな。こうした動きを受けて、後にセブン側は今回の事件に対し、厳正な対処を行う、そして法的措置に乗り出す構えを見せたんだよ。うわぁ、追加制裁来ちゃったよ。セブン側から処分の詳細が発表されることはなかったが、同時期に起きたバカッターの事例でも時価総額27億円の損失として損害賠償請求を行うことが発表されていたからな。その事例では請求額は数千万円に上るとされていたし、こちらの事例でも最低数百万円の損害賠償請求がされたと推測されているぜ。ひぃー、こんなの払えっこないって。まあ実中八九親が肩代わりしているだろうが、勉学に励んでいると思った息子が突然数百万円の賠償金を肩代わりしてくれなんて言ってきたら気が遠くなるよな。それにただでさえ迷惑行為を撮影する気持ちがわからないのに、ネット上ですでに迷惑動画への法的処置が話題になっていた中でこうした動画を投稿する気持ちはなおさらわからないぜ。多分ただ何も考えてないだけじゃないかな。こうして彼はバイト先を失い、個人情報ダダ漏れの中、見ず知らずの人に後ろ指を刺されつつ多額の賠償金の支払いを背負って生きるという悲惨な末路を迎えたぜ。学校でも肩身が狭いだろうし、年齢的に2年前後で就職活動開始といった時期にこんな動画を投稿していては就職にも響いたことだろうな。3. ネットリテラシーも倫理観もゼロ？キャベツタバコ男。お次はキャベツタバコ男を紹介するぜ。2013年に大手居酒屋チェーン店のバイト店員が、勤務中の不適切行為をツイッターに投稿したことで大炎上したんだ。今回は動画ではなく画像のみでの投稿だったが、静止画でも他に引けを取らないインパクトを持っていたぜ。いらんいらん、バイトテロにインパクトとかいらんから。問題の画像はどれも厨房と思われる場所で撮影されていたんだが、発端となった写真にはなんと男性店員がキャベツの葉をくり抜いて作ったお面をつけ、タバコを吸うという飲食用にあるまじき行為が映されていたぜ。こんなアウトな要素が一枚に詰め込まれてることある？またこの他にも写真は何枚か存在しており、食べ物を口に詰め込んだ状態でタバコをふかす様子も収められていたぜ。さらに驚きだったのは、厨房の床に別の男性がソファーを持ち込んでくつろいでいたことだな。衛生もクソもないね。しかもソファーがあるのが当たり前かのように他の店員もここに寝転んだりくつろいでいるから恐ろしいんだよな。この画像は当然大炎上し、写真に写っていた店員は実名や通っていた大学、SNS アカウントなどの個人情報を特定されていたぜ。特定が早すぎるのよ。まあ投稿された画像に顔もネームプレートもバッチリ写り込んでいたからな。また特定されたバイト店員のツイッターアカウントには、本人の情報以外にも白木屋の愚痴や裏側が書き込まれていたんだ。それによりこの店舗の店長がバイト店員の暴挙を容認していたこと、職務を怠慢しバイトにいろいろやらせていたこと、営業中に未成年の客に飲酒をさせてしまったことなんかが次々と明らかになったぜ。バイトだけじゃなく店自体がヤバいじゃないの。これにより当初は同情されていた店側も、バイト店員と共に批判されることとなったぜ。これを受けて白木屋の親会社は社内調査に乗り出し、男性店員と店に謝罪を行うように指導を行ったぜ。さらにバイト店員が通っていた大学にも情報が提供されており、これまでの事例を考えると何らかの処分が下されるだろうと予想されていたんだ。この時点で悲惨な末路確定です。その後店側から大々的な発表などはなかったが、情報をたどったところ写真に最も多く写っていた男性店員は大学を退学し、店側から損害賠償請求を含む法的措置を取られるという悲惨な末路をたどっているようだぜ。へぇー、想像しただけで胃が痛い。やってることがやってることなだけに店側の損害は大きかっただろうからな。
ネット上では当該店舗の閉店も噂されていたし、イメージダウンとタバコの闇やソファーのあった部分の清掃なんかも発生したと考えると、こちらも数百万円の賠償請求がされていてもおかしくないぜ。アホみたいな調子の乗り方するから。しかもこれがたまたまネット上に出た一部分で、普段から勤務態度が終わりきっていたというのが恐ろしいところだぜ。現在彼らがどんな生活をしているかは不明だが、この一件で人生がかなりのハードモードになったことは間違いないだろうな。4、鉄板に放水で損害賠償発生？マーライオン男。お次はマーライオン男を紹介するぜ。2023年2月、ツイッター上に老舗月島もんじゃ店おかめロットコ店にて、男性数名のグループが迷惑行為をしている動画が拡散されたんだ。この動画自体は2021年の4月に撮影されインスタに投稿されたものだが、スシローペロペロ事件の余波で発掘されツイッターに転載されたぜ。デジタルタトゥーには時効がないといういい例ですね。動画は店内で盛り上がった男性グループの一人が、口に含んだ水を店の鉄板にマーライオンのごとく吐き出すというものだったぜ。周囲のメンバーもその光景を見て笑いながら、マーライオン男の名字と思われる三宅のもんじゃだと囃し立てていたんだ。わかった、あの動画あるある、何が面白いのかわからない。この動画は拡散後すぐに大炎上し、マーライオン男の特定が始められたぜ。これにより彼が慶応義塾大学に通っていることが判明したんだ。ただ慶応義塾大学の回答によれば、マーライオン男の在学は事実であるものの、現在ネット上に出回っている名前と所属サークルは別人のものらしいから注意してくれよな。無関係の三宅さんが一番かわいそうだね。ちなみにおかめロットコのオーナーは動画が拡散されるまで迷惑行為を知らなかったようで、ネット上では2年の間にマーライオン鉄板を使用した客がいることに嫌悪感を表していたぜ。とはいえこれはすべてマーライオン男一味が悪いため、店側には同情の声しか寄せられていなかったがな。サイレント迷惑行為立ち悪すぎるって。また店側は騒動を知ると同時に慶応義塾大学に直接問い合わせをしたようで、本人から電話で謝罪を受けたことをインタビューで明かしていたぜ。ただ受けたダメージが大きかったこともあり、弁護士と相談し叱るべき手段を取るとして謝罪を受け入れない姿勢を見せていたんだ。謝罪を電話でするな。この時点で損害賠償ルートはほぼ確実よ。間違いないぜ。なんせ今回の騒動により店側は店舗の鉄板を全て取り替える対応を行うと発表しているんだが、この鉄板は特注品であるために費用は数百万かかるとしているからな。取り替えのために休業するとなればその保証も発生する可能性があるし、大学生で成人しているともなれば3桁万円はくだらない額を請求される可能性があるぜ。ひぃー、絶望的すぎる。またおかめロットコは地域に根付いた老舗店ということもあり、従業員やその家族が騒動に関して話を聞かれることも多いんだそうだ。地域住民はもちろん今後は報道記者なんかも訪ねてくるだろうし、関係者は精神的苦痛を味わう可能性も出てきているぜ。応援ならまだしも、づけづけいろいろ言われたらきついよね。さらにオーナーにはまだ小さい子供がいるため、学校でのいじめなんかも不安視していたな。これを受けてネット上ではマーライオン男に精神的損害をプラスした多額の損害賠償請求がされる可能性なんかが推測されているぜ。百害あって一利なしなのよマーライオン。現時点ではまだ彼らに何らかの処分が決まったという話は聞こえてこないが、早々に学校にも話が伝わり、オーナーからも明言されているあたり、損害賠償請求と退学及びそれに近いペナルティが与えられ、確実に人生のリングから KO されてしまうことだろう。マーライオン男として名を馳せた挙句多額の負債を背負って生きる彼は、水ではなく他の何かを吐きそうだろうな。5、アイスケースインで人生冷えまくり？霞アイス男。お次は霞アイス男を紹介するぜ。2013年8月、アイス買って欲しそうだったから買ったった、という内容とともにスーパーのアイスケースに男性が寝そべる画像が投稿され大炎上したんだ。被害を受けたのはスーパーマーケット霞の前橋店だったぜ。わかったー、アイスケースに入りすぎじゃない？この画像は瞬く間に拡散炎上し、投稿者の過去のつぶやきから実名や顔写真、通っていた調理師専門学校などが特定されていたんだ。待って、調理師目指してたの？そのようだな。食に関わる仕事をしようという人間が、なぜ食品に寝そべるような暴挙に出れたのか、さっぱりわからないぜ。その後霞と彼らの通う学校にも今回の騒動が伝わり、すぐに両者から謝罪と対応が発表されたんだ。終わりの始まりだよ。まず霞側は迷惑行為を受けて、当該店舗のアイス類を全て撤去しケースの清掃及び消毒を実施したぜ。さらには迷惑行為が行われた際に陳列してあったアイス17商品を購入した客に返金対応を行うとしていたんだ。へえ、めちゃくちゃ被害被ってる。また専門学校側からは、
生徒が職に携わる者としての倫理観を著しく欠いた問題を起こした。とした謝罪とともに、撮影所とケースに入った二人の生徒は退学したと発表したぜ。うわぁ、将来の夢ぶち壊しだよ。さらにその後霞川は今回の迷惑行為を警察に通報した上で、被害を起こした二人に損害賠償請求を行う方針を示していたぜ。一応二人とも謝罪に訪れはしたそうだが、残念ながら彼らのやったことは誤って済むような軽いものではなかったな。アイスケースになんて入るから人生冷え冷えになるんだって。実際にいくらぐらいの請求がされたかは不明だが、弁護士によれば同時期に起きた冷蔵庫に入るバカッターには最高2000万、現実的に見れば500万程度の賠償請求があり得るとのことだったからな。返金対応にアイスの廃棄と売上損失、ケースの清掃消毒を考えると今回の件でも数百万程度の賠償請求があってもおかしくないぜ。これもきっと親が肩代わりすると思うと。こうしてアイスケースに入るという迷惑行為を実行、撮影した二人は実名と顔をネット上に刻み込んだ挙句、退学と損害賠償請求という元学生が背負うには大きすぎる負債を手に入れたぜ。同時期には似たような事案が話題になっていたのに、なぜわざわざ同じようなことをして重い十字架を自ら背負いに行ったんだろうな。マジで謎だって、エクストリーム時代だよそれ。自分は大丈夫だという根拠のない自信で調子に乗ってしまったんだろう。幼稚園生でもわかりそうなやってはいけないことをやって迷惑をかけた上に、華麗に自滅するなんて誰も得しないんだからやめればいいのにな。6、損害賠償請求どころか前科持ち？タイヤ放火男。最後はタイヤ放火男を紹介するぜ。2019年4月、ツイッターにイエローハットの従業員とバイト店員が、2018年に店舗内で行った不適切行為を収めた動画が拡散されたんだ。当初は本人が平成最後のバイトテロと称して拡散希望を謳いツイッターに投稿していたんだが、炎上を受けて本人が逃亡したために一般ユーザーの手によって転載されたぜ。出だしからダサすぎる。動画内では男性が店に置いてあったタイヤにドロップキックをしたり、寝そべったりする行為が見受けられたぜ。さらには駐車場にあった軽自動車に履いていた安全靴をぶつけへこませた挙句、タイヤのホイールを工具で執拗に殴り、果てはホイールに火をつけたり燃え盛るハンマーでタイヤを叩くなどの危険行為にまで及んでいたんだ。リアル炎上危なすぎない？これらの行為が収められた動画が拡散されると、一般ユーザーからイエローハット側に通報が入り事実関係の調査が始まったんだ。この頃には投稿者は SNS アカウントを削除し逃亡していたが、ネット上では迷惑行為を行った男性の本名の特定がされており、社内調査でもバイト店員だった男性と従業員の計5人が動画に関与したとして特定されていたぜ。逃げられるわけないのよ。ちなみにバイト店員だった男性は、27歳といういい大人である上にすでにバイトを辞めていたというから立ちが悪いんだ。やるだけやって逃げた上で承認欲求を満たし、ネット上でも危なくなったらさらに逃亡を重ねるってクズ以外の何者でもないぜ。最終的には首根っこつかまれてるのも情けないしな。見てて恥ずかしいまであるわ。その後2年前の事案ということもあって内部調査は若干難航していたが、イエローハット側から損害賠償も含めた対応や処分を検討しているとの声明が出たぜ。また彼らが勤めていたのは直営店ではなく契約店だったようで、契約会社にも相応の措置を行うとしていたんだ。契約会社もかわいそうだって？間違いないな。ネット上では商品に手を出した挙句に危険行為でイエローハット側のイメージを著しく損ねたことから、商品の弁償代も含めると一人頭数百万、合計で1000万近い賠償請求がされてもおかしくはないと推測されていたぜ。しかもバイト店員らを待ち受けた悲惨な末路はこれだけじゃなかったんだ。バカッターの末路的にはすでに100万な気がするけど、実はバイト店員と従業員1名は、なんと建造物等放火未遂の疑いで逮捕されたんだよ。先ほど紹介したタイヤのホイールに火をつける行為が放火未遂とみなされ逮捕となり、名前がバッチリ全国ニュースに載ったんだ。うわぁ、警察のお世話ルート忘れてたぁ。逮捕の前には動画に関わった従業員4名全員もしっかり懲戒解雇されているしな。またイエローハット側から発表はなかったものの、警察での処分が決まった後に損害賠償請求がされたものと思われるぜ。ただ金額的にも状況的にも本人が支払いすることは難しいだろうし、請求額は全て家族が負担する可能性が高いだろうがな。家族にも他人にも迷惑かけなさんな。こうしてタイヤ放火男含む5名は職を失い、多額の損害賠償と逮捕歴、そして重すぎるデジタルタブーを背負って生きていくという悲惨な末路を迎えたぜ。人間失敗してもやり直せるとは言うが、いい歳してするには大きすぎる失敗となったな。というわけで今回は調子に乗りすぎて巨額の損害賠償を請求されたバカッターの末路を6選紹介したぜ。やめよう迷惑行為、やめようハイパー承認欲求自爆。
Twitter に掲載したいくらいの格言だぜ。バカスターが投稿する内容はどれも芸として面白くない上、調子に乗ってる痛々しさが滲み出てて共感性羞恥を覚えるだけだしな。やられる側も見せられる側もやった本人も嫌な思いと迷惑をこうむるだけだから、おとなしく勉強でもしててほしいもんだぜ。そんなところで今日の動画はここまでにしよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。